ジョブロック。うちのジムは結構もうストレッチをすげえメインにしてるので、はい、ストレッチ用の器具。ああ、そうなんですか。スピードもパワーも全部柔らかさから見た目は地味だけど、はい、結構めっちゃ効くね。はい、めっちゃ伸びてますよ。そうそうそう、これね、カメラ的にも地味だからやってる本人しか感動がないっていう。すっごい伸びてるんですけどね。今まずは柔軟さ、動ける体にしない、動ける体じゃないのにやっちゃう。怪我した肩甲骨だっていう、はい、俺が思うにはパンチとか腕とかで打つじゃなくて肩甲骨っていう、肩甲骨をこう開く。腕なんかはただの付属品だから、そういうのが違います。はい、おーすげえ。あー、これいいですね。腕はここから生えてんじゃなくて、ここから生えてる。肩甲骨が動いてないと、ここにテンションがかかっちゃう。で、肩やっちゃう。自分でやるストレッチより全然やりやすいですね。助けてくれてる。そうですね。練習終わって、どんどんストレッチの時間を短くなっちゃって、はい、強化のトレーニングでバッと、そういうのにどんどんやっぱ行っちゃって、で、怪我に繋がっちゃう。僕もなんか、あんまストレッチっていうより、強くなるために筋トレとか、そっちの方ばっか重視しちゃうんで。そうなると、怪我が多くなる。ここが柔らかくなると、リンパの流れが良くなる。エステティシャンみたいなことやってますね。軽なりました。でしょ？全然ちゃう。うちのジムは最初はトレーニングとかやらせてストレッチだった。そうなると軽いってなって、はい、動きたくなる体を作る。硬、はい、いところにつけたらこの反応して。おお。見てる人は男二人が何やってるの？膝、足首、腰が怪我する、悪くなる、痛くなる理由はここの大きい関節が全部逃がしてあげてるから、負担とか。だけどここが動かなくなると膝がパキリやったり、はい、ライト、クジョン、くるくる呼吸して、呼吸してうわぁ。で、これが柔らかくなれば、もっと腰の、はい、痛いでしょ。そうですね、痛いですね、これ全然これも慣れるから、これがグラグラになんなくなったらまた一歩レベルアップした。だから俺が教えることはめっちゃ地味だけど、地味なことが一番大事だ。位置して胸で、で胸で持ち上げる。そうそうそう、腰で、はい、全部この腰で持ち上げる。今まで体の使い方を教えたのを思い出して、ミット肩甲骨、はい、そう、いい。ストレッチをやんないとやっぱ怪我したら、一生懸命強化してたことが、はい、意味がなくなっちゃう。キッドさん、リングに上がるときどういう気持ちで上がるんですか？超リラックス、常にこういう殺しだるみたいな感じではないんですか？全く、あ、リラックスしてるんですね。体はリラックスしてるけど、頭はリラックスしてる。はい、頑張ってください。はい、頑張ります。今日も見てくれてありがとうな。動画がええなって思ってくれたらチャンネル登録ほんまよろしくな。俺にやってほしい企画があったらどしどしコメント欄で言ってほしい。みんな人生楽しもうぜ。